さて今日のアフターテラちゃん経済学者田中秀富先生です田中さんよろしくお願いいたします。開けましておめでとうございますいやいや。まだまだまだ,まだ収録でもなんでもないですからあ収録なんだけど収録なんですけどまだあの年末ですからますね、えー、まだだって昨日クリスマスだったんですよいやいやいや、ね、もう2025年も開けてねいや開けてないからそれもう一年増えちゃってる <laughs> ってか先言っちゃってますしそれ来年25年だから <laughs> ねえええちゃんとちゃんと行きましょうちゃんと。 はいはい、ねえー、あれ何年でしたっけ <laughs> <laughs>？2023年だ。2023年です。<れ>ね、12月設定重要ですから。いつ撮ってんだじゃこれ。<laughs> はい、えー。さて、岸田総理はですね、昨日経団連の審議委員会に出席して、自民党派閥の政治資金問題について改めて陳謝しました。 で岸田総理は国民から疑念を持たれている事態を招いていることは大変遺憾で心からお詫びを申し上げると話したそうですが、まあ、このニュースを見て経団連に謝罪するようなら、まあ、その前にという気持ちになっている国民も多いと言います田中さんこのあたりいかがでしょういやそうですね、はい、まあ記者会見もその後確かやったんじゃないですかねはい、えー でもねやはりこう国民からするとね、ええっていうかマスコミがこういったところでね<ー>やっぱこう今ね突っ込む機会をね、えー、腰たんたんと狙っておりますからね、はい、まあ岸田さんもまあ個人的にはまあ大変でしょうけれども、はい、ただねやっぱ政治家ってやっぱ政局好きなんじゃないですかね<ー>岸田さんの顔色ね最近なんか笑顔があるような気がしますね、ええ、やっぱこうね、えー、足かすだった安倍派をね、はい ついに、えー、排除成功とでも排除してじゃあ大公地会みたいなね、はい、あの三派閥で岸田派、はいえー、茂木派、はいえー、麻生派、はい、これで東大あの党と内閣の運営ができるなんておよそ考えられないんですけどね。 これが大丈夫なんですかね。で,ねでもそういったところになってええまあ政局化するかもねっていうところでなんか嬉しくなっちゃうのが岸田さんなのかもしれないです、ね、も何か動くっていうところでね。で人事人事のね。今日はよく聞きますものね。もうね。えー これからよよね本格的な内閣改造だみたいなねもうあの米国行ってあとあたあ来年3月ね移住予定がそれ行ってねそうするとほらメディアなんかにもいっぱい取り上げられるじゃないですかそれでちょっとねプチこう支持率が上がるみたいな外交の騎士団なんてね行ってはい。 言いながらあんまり上がらないっすけどね。え、はい、それぞれ、ねね、この前もそうでしたもんね。さてえー、この岸田総理のですね経団連への陳謝遺憾法はおさがせして申し訳ありませんという意味なのでしょうが、まあ一国の総理たるものですね国民よりも、うん、まああのお金の主ですね、えー、経団連様の顔色を伺うことの方が大事なのかという指, <laughs> 指摘もあるようなんですけど、ね。なるほどね。えーえー、まあ確かにね、えー、あの経団連のね、えー、まず、あ、まず財界の 移行、はい、っていうのはまあ重要でしょうから、はい、えねどうなんですかね、はい、まあ財界っつってもまあ軽乱でね、えー、うんまあ方針としてはやっぱ財政再建派でしょうね,そうですね財政再建を。 まあ例えば消費増税もね戸倉<の>会長はそうそうそう、えー、そのこと言ってましたからね戸倉、はい、さんはね大体こう国民目線じゃないですよねあの消費者目線じゃないんですよ。B2B、はいえーまあ、ですからね<ー>企業経営からだからあの、まあえー、会社同士の付き合いでしか見ていないので広い意味で、はい あ国民目線には立てない経営者の一人ですからそういった人の意見から、まあ、あの出てくるのはやっぱりね消費増税、えーえー、今このタイミングで出てちゃうとね。緊縮、えー 緊縮政策というのはなどういうものかというと、はいえー、不況の時あるいは不況から十分回復しない段階で、えー、財政とか金,金をです、ね、引き締め基調にしちゃうのを緊縮政策って言うんですよ、はい、だからね今まさに日本経済がコロナ禍明けて、えー、いよいよね本格化しようかって時に増税議論をしてしまうと、はいえー、まさにね禁縮政策、えー、そういったことを、まあ、徳良あ会長はね、えー、あの言いやすい言ってると えー、いうことですよねまあでもこれまでの発言を徳倉会長の発言なんかを考えるとやはり企業が潤ってそれで皆さんの給料が出てるんだからみたいな、うん、そういう図式なんですかね。 うん、そうまあ消費税上げて、でもそれは企業にとっては優位になるからみたいなことなです、ね、そうでしょうね、えー、ま,あまさにね、はい、あの例えば、えー、本音では、えー、法人税を引き下げてもらって、はい、消費税アップみたいなね、えーえー、そういったことを狙ってるんでしょうけどね。すするならばってことこですね、えー、まあ

の会合直前にわざわざ提言した徳倉会長としては、まあ、完全にメンツを潰された形となったようですが、まあ、この日銀の上田総裁岸田総理のように陳謝するんでしょうか、ねうん、まああれですよね、徳倉会長ね、今言ったようにあの財,あの財政政策の方は消費増税やれみたいなことを言ってるし、えー、金融緩和は できるだけ早く正常化するだから正常化するには経済が安定化しなきゃいけないのをそういったのを抜きにして早く正常化正常化ありきになっちゃってですね、はいえー、どんだけ財務省だよと、えー、財務省のですね緊縮派と同じ発想ですよね、えー、早くね、あのー、そうね隠居した方がいい。隠居ですか、うん はいで徳倉会長ですが金利は経済の体温とも言われ市場とそごのない金利政策が望ましい、まあ、こういうふうに指摘してですね日銀に金融緩和の解除を求めていました一方大規模緩和の維持を決めた日銀上田総裁は昨日え経団連の会合で講演しマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和策の正常化が日本経済や企業業績に与える利点を強調した上でメディ リットを最大限活用することを強く期待していると経営者に呼びかけたと言います。まあこのあたり上田総裁の主張、経団連側はこうちゃんと理解ができたのかどうかということですね。そうですね。えー、で、えー、まあ理解できてまあ経団連っていう全体は、はい、いろんな人いますからね。はい、で、理解できた経営者もいるでしょうし、はいえー、しなかった人たちも大勢いると思いますが、アトコラ会長は、えー、金利は経済の体温と言われているんですから、はい、これはね。 今で言ったらやっぱ金融緩和が必要なぐらい緩和しないといけない思う、はい、金利はなるべく下げた方がいいっていうのがに合った状況なんですよ、はい、それを理解せずに正常化が望ましいと言ってるんですから、はい、まあ 体温無視ですよね。<ー>自分でえー、何を言ってるか分かんない。違うようなこと言ってますよねえーえー。早くやめた方がいいっすよね。うん、<laughs> 体温は高いに越したことはないみたいなこと言ってんですかね。うん、ね、そうでしょうね、えー。そういうことなんですかね、まあ。なんかよく分かんない人ですね。この人ね、はい、で日銀賃金と物価が揃って上昇する。好循環の実現を目指し、大規模緩和策を続けていますがえ、上田総裁は好循環の実現性が高まれば金融政策の。変更を 検討ししていいくとと、まあ、経団連に説明をしたと言います、まあ、そして2024年の春闘でははっきりとした賃上げが続くかが重要なポイントになると経団連側に圧力をかけていたということなんですが、まあ、この辺り経団連側はどう捉えているのかと。 まあ圧力っていうほどでもないんじゃないですか例えばマイナス金利解除はおそらく上田さんは、ね、やるんじゃないですかね、はい、1>, あの1月に1月 1> その可能性は非常に高いというふうに僕は思います,す、はい、あのこれは本編の方でも言いましたけれどもやはりこの、ねえー、展望レポートというものをです、ね、1月出すんですよこれは日銀の公式のです、ね経,済えー、経済や物価が将来どうなるかという見通しなんですね。そそそこでおらくそういった、えー、今 好循環の動きが、えー、確,か確たる動きの、ねえー、兆しがあるみたいなことを上田さんが言ってますが、はい、それの裏付けになるようなデータがー多分出てくるんじゃないかにそうするとマイナス金利の解除をしますと全然矛盾なく言えるんですが。はい でさらに、今の段階では結構ね、否定的に言うんですよ、えー、これ、毎回なんですけどね、ほうほうマイナス金の解除みたいなものはあのしませんみたいなことをね、はい、K ラウンドの場合でも言ってるわけですよ。えー、だけれども、それをこう直前になって、またねあの、リークさせちゃうわけですよ、本人がしてるとは思いませんけどね、要するに日経新聞さんが過去2回ね、はい、あの先行的に、えー、あの金融政策の詳細をですね、明らかにしちゃったじゃないですか。はい 次回もその可能性高いすあまルートはもう分かってるんですよ。みんな分かってると思いますよ。政府ですよ。政府委員会は漏れてるに決まってますね、確実ですよ、ほとんど。だから財務省ですよね。財務省数字から事前にマスコミに流れてると。これはほぼ確定で、すねそれを3度目の正直、またやるのかと。 3度目の正直の使い方は間違ってますけどまたやるのかとなったらですね本当にまあでもね国会でももうあの与野党ともにほとんど問題視してないので日本というのは本当だめだなとえーいろいろな意味でこういったリーク問題も放置とえーまあねあの国民の意識もあの低いとあのそういったことを考えると本当に。 金融政策、えー、しっかりやれない、情けなさ、ありますね、はい、で岸田総理もですね賃上げの点では、日銀の上田総裁と意見は一致しているようでして、昨日の経団連の会合では、今年を上回る賃上げの実現に向け、引き続き協力をお願いしたいと、さ、ま、ら、あ、なる賃上げを経済界に改めて要請していたと言います。この岸田総理の発言なんで、まあ、これはいつもの提携文とも言えるものではありますけれどもね。そうです だから岸田さんがねどこまでこれを本気で言ってるか。はいえー 安倍さんとかですね、その光景だった菅さんあたりは真剣に言っていたわけですよ。はい、あのまあ岸田さんの場合は、えーえー、コピペ、コピペ、はいえー、の可能性は強いですよね。うん、はい。でこの岸田総理の訴えに応えるかのように東京商工リサーチのアンケートによりますと、2024年に賃上げを予定している企業は82.9%と8割以上だったようです。まあただ賃上げ幅が23年を超える そうと回答した企業11.6%にとどまっていますえ今年の賃上げとの比較これは岸田総理の言う通りにはあこのしないという企業がどうも多いようですねまあできないというかまあそれはですね、えーえー、まあ本編の方でも言いましたけれども、はい、今年の賃上げっていうのはかなり、はいえー、大企業中小企業ともにですねうまくいったと思うんですよかなり上がったと、はいえー、でその背景には物不足、えー、エネルギー高とか、えー、まあ食料品が高かった というコストプッシュ型の物価上昇があってでこれでまあ生活が大変だということで賃上げに結びついたんですよね。でところが今回はです、ね、そういった動きがおそらく、えー、少し、えー、低減していると。はいえー その中でやりますからねまあ賃上げ圧力としてはコストプッシュ型の圧力っていうのが今年よりは下がっていくとそれは下がっていくコストプッシュ型はそうなると企業としてもそこまで賃上げする必要はないんじゃないかというところも出てくるでしょうさらに中小企業に至ってはですね売上げ自体が回復していないと消費が伸び悩んでますからそういったことを考えたらですねとてももうこれ以上はええ まあ今年のようには上げることはできないと考える中小企業も増えてきて大企業と中小企業の間のですね賃上げの,この格差というのが今年以上に広がる可能性はありますよねそ,うですかでその後に所得税減税がこう来るってことなんですね。 一応ね、まあ、そうです、ね、所得税減税は来ますが問題なのはそれが消費に結びつくかどうかっていうのは重要ですね、はいえー、さらに所得減税のために今のところですね、えーまあ、来年度予算は、まあ今年よりは多少小さくなっているんですよね、それでやその中でまあ所得減税をやりますから、えー、まあギリギリどうにかなるかなという,そう,うです、ねえー、あの患者しますよね。うん、はい ただ、世界経済情勢やっぱ不安程度がね、はい、あ,のありますからそれも大きく絡んでくると思います。と倉、はい、会長のです、ね、住友化学創業以来の危機的状況とも言われています。まあ、ですからこれ賃上げどころじゃないんじゃないかみたいなねことも言われてます、まあ、住友化学は岸田総理の,この声に応えることができるのかどうか。 っていうところもありますね。きついんじゃないですかね。で,ねでもやっぱね、あの、うん、徳良会長もね、はい、会長ですから、やっぱね、10パーセントくらい。おっと。えー、住友化学。えー、そのうち5パーセントは、はい、ええー、僕と寺島さんに。<laughs> えー キックバック裏金いいねありがたい <laughs> <laughs> 何の縁もないんだけど <laughs> 嬉しい、ええええ、さて最近の岸田総理は岸田政権で経済の潮目が変わったということをいろいろな会合で言い続けていますまあ、昨日の経団連での会合でも岸田総理政権発足以来の2年間で賃上げ投資株価などが30年ぶりの水準になった経済の潮目は明らかに変わってきているデフレからの脱却 完全脱却にに向け潜在一遇のチャンスが巡ってきてきいいると、まあ、こういうふうに話したようです、えー、岸田総理になって増税、国民負担増といった話題ばかりだったんですが経済の潮目、これが変わってきているらしいんですけどこれ物価高で生活が苦しくなっているという国民の声これはよく耳にするんですけどもね。 まあそうですけど、えー、まあ確かに千載、えー、一遇のチャンスであることだけはもう間違いないんですよ。いいはい、どうしてか雇用情勢見てもですね失業率は、まあ、完全雇用前はもうちょっと勢いがあるんですが結構改善していると。はい、で、えーえー、なんて言いますかね、えー まあ我々の生活実感と近いえ名目 GDP の金額なんかもですね2023年は結構600兆円を近くなってて2024年はおそらく超えるだろうというぐらいに拡大してきている中でやはりこうねあのずっと続いたデフレ停滞。 えー、それをにおさらばする千載、えー、一遇のチャンスであることは間違いないですでもそれでも我々の生活が良くならないっていうことはこれは1年や2年ぐらいあの経済規模がですね拡大しても、はいえー、それまでずっと30年近く経済停滞が続いていたので、はいえー、これからね何年も何年も。 もう10年も20年もあの経済を安定化させていかないつまり先進国の平均並みにしていかなきゃいけないってことですよ。はい、その努力が必要であると、えー、だから、えー、岸田さんもね自分が捨て駒になったつもりで、はい、あの経済安定のね、えー、最初の第一歩として。 捨て駒になった。もう、瞳悟空になって。もう、あの人質になって。もう、目つぶって。もう、頭の毛も剃って。もう、悲観にして。それで。対処してもら。対処してもらいたい。ええ、それは、消費税減税。もう、消費税減税ね。無理でしょう。だめです。あの、その前に、退陣だから。そうですか。でも、まあ、総裁選。 突破するつもりになるんですかね。そうでしょう。今のところお<ー>、えー。ほら、だってほら、いろんな意味で潮目が変わってきたと思ってるでしょう。まあライバルが誰出るかですよね。うん、はい。高野さんが出るんですかね。えー、高市さんもまた出るんですかね。はい<ー>。慎次郎いやどうなあの小泉慎次郎の。はいえー あの親戚で、ええ、小泉チンジローっていうなんでそんな人出てきちゃうんだろうかな。<laughs> で、岸田総理はです、ね、10月に都内のスーパー、視察して、野菜や肉、確かに高くなっている、思い切った対策を実行すると言っていましたが、あの野菜や肉が高くなっているという確認は、これはデフレ脱却だと前向きに捉えていたってことなんでしょうか。まあ うんそうじゃないと思うんですけど、ね、で普通で,で、えー、ただたにあのー。 えー、コストプッシュ型の,、ねはい、あの物価高が真剣なんでんん、ね、あのそれに対する対策が必要だというふうに考えるのが普通なんだと思うんですが岸、えー、田総理、ですね,ね定額減税によってデフレ完全脱却の移行期にある可処分所得を下支えしていくと話して、まあ、来年6月から実施される定額減税の,この意義をですね、えー、経団連の会合でも強調していたということなんですけども。だからね 何回も言ってますけれどもともかく減税してもそれで可処分所得は確かに増えるとそれが消費に回らないと経済が好循環していかないんですよ。でそのためには何が必要かっていうと岸田さんが少なくともね罪人である限りは増税増負担はしないとそういったことを言わなきゃいけないんですが何か言わないんですよねそこはねあやふやなんですよ。 だそこでみんながいつか増税するんじゃないかと、えーね、あるいはステルス増税がもうあるんじゃないかとスステルスもありますからねいろんなものありますからねステルス増税というのはね、はいえー、そういうの批判を免れていないと、うん、なのでみんな財布の紐が固くなって消費がいまいちとそれゆえに経済状況も思ったほどよくはなっていないという実感が強いわけですよね。はい、はい はい、以上、アフターテラちゃんでした田中さん、ありがとうございました。どうも